よろしくお願いします。鮭ナダムということで、皆さんよろしくお願いします。裏チャンネルです。今日は動画で鮭をやるのは久しぶりなのかな。でずっとね、ドンピコで闘技場でやってたから、なんか他のステージ早くやりたいなと思ってたら、ついにあの鮭ナダムになりました。ここからまたいろんなステージやっていくんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫か、まこちゃん、まこちゃん大丈夫か。 OK、 助けた。で、今回ですね、ちょっと武器的には、まあ、そんなに難しくはないと思うんですけど、まあ、鮭ナダムというステージがちょっと難しいらしい。ドンピコが相当簡単だった、簡単らしいの。正直レールがあるから俺も楽でした。久しぶりに一人で完走させたんですけど、まあ、長い時間やるのが好きだったなぐらい、本当にそんくらい。本当に危ない。味方を爆風でそのまま助ける。はい、では倒してもらおう。レイザーと爆弾くんは、まあ、一個入れとくか。逆からも来たね。うわ、誰かのリやばい、これ巻き込まれたら死ぬ。ちょっとね、チャンジャーだからね、あんまり雑魚処理ができない。ナイス、誰かヘビを倒して、お願い、誰か助けて、ヘビをお願い、お願い、お願い。ちょっとスペシャル使うのもったいないので、今ちょっと変えたんです。大丈夫、ありがとう。ちょっとここで使っておこうかな。はい、そこにいっぱいある。あ、そこで見たのか。まこちゃん大丈夫か。やっぱドンピコと比べると少し難しい。あと俺が今調子、あー、コウモリやられた、コウモリやられた。これついでに助けて、ついでに助けて。俺も投げたい。あ、終わった。そう、一旦の厳しいところだ。まあ雑魚処理は次俺するので大丈夫。ローラーだ、オッケー、ローラーならね倒しておこう。倒してあげよう。一旦大物鮭しか狙えないので、まあ、そんなことないけど、今のはちょっと無理だな。俺が倒してあげよう。逃げてるだけだもんね。そのうちに誰かしら大変になってくるんですね。はい、楽にしてあげよう。あ、濡れなかったね。ローラーの力が上で倒したっぽい。危ねえ。これね、倒したいんだけどね、ここになっちゃった。あ、ミスった、使っちゃったよ。まだ使わなくてもいいかな。あー、やばい、大丈夫か、まこちゃん。ちょっと、また一人になっちゃった。ちょっとスペシャル、あー、やばい、落ちちゃった。落とされちゃった。ロックバックで、まこちゃんありがとう。まこちゃん頑張って、まこちゃん。これ入れながら倒さなきゃきついね。まこちゃん、危ねえ。ちょっと処理したいんだけど、ちょっと浮き輪になってるから、処理が追いついてない、これは。あと、なんだっけ、こいつ倒しとかないと気持ちにきつくなりそうだけど、もう時間ないよ。これを倒したいけど、やってるわけもなく、コニャンドを倒して、カモンだけしとこうかな。早く見たいけど、時間足らん。無理だ。鮭ナダムやっぱ難しいらしく、あのね、ソロでね、やっぱね、こうなる。このリッターとか搭載された武器だとこうなる。今日はこちらで遊んできたいと思います。でさっきあれやったの、サイドオーダーやったんだけど、そう、サイドオーダーが面白かったんだけど、やっぱやりすぎると飽きちゃうじゃん。なんで今度鮭もやっとこうみたいな、動画で出してないし鮭も動画に出しとこうみたいな感じですね。協力してね、本当はやられずにね行きたいんですけどね。俺武器も武器なのでやられちゃうんですよね。やっぱローラーとかシューターとかはまた別なんで、あとレールがあればさ、ドンピコみたいにレールがあればさ戦えるんだけどさ、
レールもないし、リッターの時もふざけたちの処理もできないし、ローラーの時は逆になんかプレッサー処理できないし厳しい。マンチョウってのまたでも厳しいだとかやっぱ次こそ頑張ろう。よろしくお願いします。今回こそ頑張るべきなんじゃないでしょうか。ほらマンチョウじゃなくなったよ。しかもシューターだよ。何でもできちゃう。艦長だ。下だ。まあ大体呼ぶんですよねこれ。大体ね、大体呼んで頑張れ。マコちゃんいなくなっちゃった。ごめんねマコちゃん、俺が欠かせられなかった。果たしてあげたかった。倒しておこう。後ろ来てるな。うわレーザー俺か。このまま倒して行こうか。やべえけど、まあ、正直シューターならいけるさ。はい、味方のチャージを守ってあげる。これいいですよ。はい、ナイス。もう一匹来た。もう一匹来た。いいです。爆弾くんを倒したいな。爆弾くん倒してあげたい。あっ、肩パッドに当たっちゃった。ごめん。仲良くしてた仲良くしてた。いいポケだ。このまま送っとこう。あっ、こっちでも事故ってる。あ、まだ一人になった。大丈夫大丈夫、今回は大丈夫。今回シューターなので一回死んだけど、なんだかんだ一回死んだけど、ラス1入れといた。オッケーオッケーオッケー。はい、スペシャルは温存。おー、ナイス味方。ナイス。よし、これでこれで戦おう。おー、びっくり。あ、大丈夫か。緑茶、緑茶うまいよね。で俺麦茶が一番好きなの。お茶の種類麦茶、その次ジャスミン茶が好きで、ルイボスティーって知ってるかな。ちょっとなんか癖が強いジャスミン茶みたいな。ルイボスも好きなんです。あと鉄観音茶ってなんかね、鉄って書いて観音名字の観って書いて、お茶って書いて鉄観音茶みたいなのあるんだけど、昔ラーメン屋でバイトしてた時にそれだったのね。そんな味は美味しくないんだけどずっと飲んでたから、ラーメン屋のバイトしてる時に。あー、見えてたのにやられた。バイトしてたから飲みすぎて。ほんと飲みすぎると逆に美味しくて嫌いになるみたいな。俺と友達もいるの。同じもの食べすぎて嫌いになっちゃった。マグロ食べすぎてマグロが嫌いになったってことだよ。逆なんだよ、飲みすぎて好き。そんなに味はね、お世辞にもね、美味しいと思う。お世辞にも危ない。大丈夫か、大丈夫か。倒して、なんか助けてあげたいんだけどね、動かないんですよ。痛い。時間も足りない。手首を、よし、なんとか手首が持った。よし、俺もいった。やった。出るか、出るか、これ出るか。ドンピコでみんな慣れちゃってて、やっぱ鮭ブース鮭だな。気づいて俺もミスってるもんな。リッターの時しかもなんで俺キリなの。なんで切りなん。で、イロラ、イロラ来ました。イロラ来た。あ、猫ちゃんどいて。ねえ、物理的見えない。さっきは霧で見えないのに今物理的見えない。猫ちゃんか。うわー、倒してくれた、ありがとう。リッターをね、こう守ってあげるのが全て、このゲームの全てのことです。リッ
ッター編集受けまでツイッターを守ってあげる。これができれば楽になるんですけど、まあ、俺がローラーの時とかは守ってあげる。本物の鮭は多分倒してくれるよね、だと思ってるんで。リッターを戦いやすくすれば OK。 リッターの瞬間はね、後ろのやつもやってくれないかな。レゴサンデス使ってあげるか。あ、リッター死んだぞ。どうした、何があった、一体何が。私プラッチしてるね。一体何が起こった。こんなん倒したてか俺一番、あ、ごめん、一番倒してた鮭爆弾らしい。うわ、ローラーで行きたくないんだけどな。任せるか。うわー、すごい狙われてる。助けるけど待ってね、待ってね。やばい、時間が足りない。あー、入れられないか。また負けるのか俺は。クソ、みんな浮き輪、クソ、むずい。勝たせてあげれない。ローラーとかもプレッサーいけないのがちょっとな。すべてリッターをに任してたの今。俺の戦い方はネオン君に全てを託したけど、うん、これもノラだとでも難しいか。むずいね。倒して入れてってのができる部位、スプラシューターの時が一番ね動きやすいんですけど、むずいな。一旦抜けて、こういう時はね、一回抜けてでもう一回入る。一回抜ける。こっちだよ、俺勝たせてくれ。なんで勝てないの、これ楽しくやってるの。なんでだ、こんな楽しくやってんのに。神様は神様は勝たしてくれないのか。勝ちたいよな、みんな。少なくともうなちゃんは勝ちたいと言っている。勝ちたい、勝たしてくれ。俺も死なないように今リッター守ってね。リッターの時守ってもらわないといっぱい倒せない。チームが強くないか、俺のことを守ってくれるから。ローラーが、ローラーとかシューターで全部倒せる。やっぱリッターで倒せる意味だ。グリルや。グリルならもう最強や。ここは。俺の車線にさえ入らないでくれたら。俺の車線にすら、車線さえ入らないで小邪剣を仕留めてくれたらこんな余裕よ。もう余裕っすよ。リッターできたら。よろしく。はい。あとは任せたよ。結局自分で倒した。さあ下から来ましたよ。これ止めてあげたい。止めてあげた。ただ小邪剣を守って止めてあげるから、あの僕が全て止めるんですけど、僕が止めるんですけど、小邪剣を守っていただけると嬉しいな。あの僕止めるので、僕止めるので、止めるので、小邪剣をよろしくお願いします。僕止めるので、なるほど。止めてあげた。小邪剣よろしく。小邪剣よろしく。これでも無理だ。あ、やばい。やばい。あ、ナイス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 。僕止めるので、もう止めちゃうので、僕止めて。もうここで止めちゃうので、あの入れといてください。その僕の力で、僕のリッターで全部調整ができる。もう小座じゃないよね、小邪剣さえやってくれたら無敵なので。そう、これがチームプレー。シナモン君大丈夫。これがチームプレーです。皆さん、僕を守ってくれればやっぱリッターは輝ける。つまり俺がローラー持ってる時はリッターは守ってあげたい。リッターをね、小邪剣さえ来なければ。よし、神様には見放されてないぞ。スプラの神様は俺のことしっかり見てた。ごめんね神様、絶対見て。リッター守るよ、いいよいいよ。これ君のこと守るから大丈夫だよ。お尻向けた。いや、そっち向いちゃうからお願いします。
君のこと守るから。ただ、君は頑張ってくれるので。オッケー。守ってあげたい。うーん、一発一発しか入らなかった。オッケー、倒した。一旦は守ってあげて、みんな。俺だけの力じゃ足りないかも。一旦守れないかも。やべ、売られる。危ねー。一旦守るね。僕は君を守るから。危ねえ。ちょっとスペシャル使おうか。ここでいいや。なんとかなれ。倒せてるけど理想じゃないし、一旦守れないし、俺落ちたし。神様、ローラーむずいよ。神様、目の前で、僕の目の前で。とりあえずこれを勝つしかない。とりあえずこのウェーブを勝っていく。このウェーブを勝っていくか。オッケー。スペシャルは使っちゃったけど、いや処理ができない。やっぱあの鉄球じゃない、なんだっけ、肩パッドか。肩パッドの処理ができない。あ、でも寿司来たならいけるぞ。もう好きで動くので、プレッサーも処理できるので、いけます。ただ夜だな。あ、泥か。勝ったな。神様には見放されていなかった。もらえるのか。全部任せる。全ていい。この口の中に入れることだけ。また金だね。はい。あははは、自分で落ちちゃった。反動と、下がってた反動で自分で落ちちゃった。ありがとう。もう口の中入れるのは任せて。下手の寿司なのに。また反動で。めっちゃ滑り落ちる。ナイス。いやー、あれはだるいな。ここだけでもいるとき。カニちゃん、ナイス。カニ、ありがとう。カニ一緒に。わー、また落とされたー。神様ー、いっぱい死んでごめんね。はい、今チャンス入れよう、これ。オッケー。今チャンス。ちょっと持ってきてくれ。ありがたい。うまい。次です。金のやつは倒そう。金以外は残して、金のやつは倒して今運ぶ。よかった、スペシャルはそこで使っといて。やっぱシャケナダムはむずいな。ういレソウ、ナイスです。お、くんじゃね。来たー、お久しぶり。ジョーか。ジョーだな。最近ジョーめっちゃ倒してる。猫ちゃんが来た。ジョーに釣られて猫ちゃんが来た。よろしく、クワッドホッパーです。誰についてんの。どうする。結構来た。あれ、金の持たれた。オッケー、大丈夫。ゾウに、雨がやばい。あ、ごめん、雨。このヘビに。これ、食われるんじゃない。危ない。呼びかけた瞬間落ちた。神様。スペシャルすら使わせてもらえなかった、満潮の城。まあ、ここ狭いな、満潮の城。狭かったな。またリベンジしよう。あの、初めて、過去最高スコアです。負けた。過去最高スコアで負けたよ、こんなに。一番早く負けた。